2月の開戦時にはロシア軍が圧倒的有利と見られていたウクライナ戦争だけど、ウクライナ軍の前線と西側諸国からの兵器供与などがあり、ロシア軍の方が苦しい状況にあるみたい。各国の支援は強力だったもんね。士気も高いし、支援が続く限りはウクライナは戦えると思うな。そんな中、ロシア軍がドニプロ川を東岸へと撤退中、大打撃を受けたというニュースが飛び込んできたぜ。噂では、撤退中のロシア軍はウクライナ軍に怯えていたらしいな。さて今回はそのドニプロ川とか失敗、撤退での損害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍がウクライナへ侵攻を始めたのは2022年2月24日のことで、それ以降、ロシア軍の戦死者についてはウクライナ軍が数日ごとに発表しているよ。とはいえ、これはウクライナ側がカウントした数字だから、信憑性には怪しいものがあると思われるんだ。敵の死者を一方の敵が数えることに信頼性があるとは思えないし、自分の士気を高めるために、敵の存在を誇張するというのはいつの時代にもあったことだからな。日本でも太平洋戦争中、何度もやっていたみたいだね。さて、ロシア軍の死者数だけど、激しい戦闘が行われた際には極端に増加した数字が発表されるから、ある程度の参考にはなるとは思われていて、ウクライナ側の発表によれば、南部エルソン州でドニプロ川のロシア軍を撤退させる命令を発した直前、その他の時期に比べると極端に大きい数字が提示されていたんだ。詳しい内容を紹介すると、10月30日から11月5日までの7日間での戦死者はおよそ5200人ほどで、さらに長い期間10月23日から11月12日までの20日間余りの戦死者数はなんと1よろず3000人にも上っているみたい。では、なぜこの時期に飛躍した多くの戦死者数を叩き出すことになったのか。その理由は、この時期がちょうどハルキウ州での電撃的な奪還作戦が展開された直後だったということにつき、この時期は東部戦線、南部戦線ともに膠着状態だったんだけど、奪還作戦によって戦死者数が多数発生し当然のことながら、他より突出した数字になってしまったというわけなんだ。加えてウクライナ軍の発表では、ロシア軍が撤退完了を宣言した11月11日以降、13日から16日までの間の戦死者は2500人に達したということで、わずか4日間でこれほどの戦死者の数が出たということの意味は、激しい戦闘が行われた証拠と言えるんじゃないかな。エルソン州の他にも東部ドンバス地方やドネツク州バフムート近辺、ルハンシク州などでウクライナ軍とロシア軍の激戦が繰り広げられていることは事実だが、この方面での激戦は今始まったことではなく、前述の4日間に今までないほどの激しい戦闘があったことは確認が取れていないからな。最近の前線の戦況について見てみると、ウクライナ軍は一部の隙もなほどの情報統制を敷いているから、ウクライナ軍がどれほど国土を奪還できたのかを推測する材料としては、戦死者の数から計算するしかないようだけど、こういった情報から、11月上旬、東部戦線以外でロシア兵が多数犠牲になる戦闘が行われていることが予想できるし、その場所がエルソン州内であると推測されるってわけ。ロシア軍のスロビキン総司令官の発言によると、ショイグ国防相曰くエルソン市内とその付近の補給が万全でないと認めたということで、ドニプロ川西岸地域に部隊を残すことは無駄だと判断しているそうで、司令官はこれらの部隊を他の作戦へ投入するよう進言したということだったんだけど、これはウクライナ軍が公表した戦死者数がマックスに達した週の直後のことだよ。つまり総司令官が撤退を提案したのは、戦略的なものではなく、実際にロシア軍が全滅の危機に瀕していた可能性があったためという推測もでき、それに加えて、撤退中であっても、完了宣言後でも、ロシア軍の戦死者数は相変わらず多いことを考えると、撤退がそれほどまで厳しいものだったことを物語っている証明になるよな。ロシア軍の戦死者数増大については、上記の事実からもヘルソン州でドニプロ川西岸に展開していたロシア正規軍の中でも比較的士気が高いと見られている。
空挺部隊や特殊部隊を温存して東岸に撤退させるために盾にされた兵士ではないかと考えられていて、盾にされたのは動員され、満足に訓練も受けることなく前線に送り込まれた部隊ではないかという意見も見受けられるね。この動員兵は、9月21日に発令された部分的動員令によって招集されヘルソン市などに配置された新兵部隊のことで、短期間に集められたため、装備も不十分、訓練も不十分な兵たちを捨て石にして、精鋭部隊を無事に撤退させたということだと思う。さらに11日、精鋭部隊が撤退するのを確認すると即、残された動員兵部隊の撤退は無視してドニプロ川に架かる橋を爆破し、これによってウクライナ軍の追撃は防衛弾だけど、ロシアの動員兵はウクライナ軍に相当されることになったんだ。逃げ道を断ったんだし、ロシアの戦死者が増加したのは当然だね。と言っても、この推測には確実性はないんだが、スロビキン総司令官はヘルソン撤退をプーチン大統領に納得させるため、ドネツク州の完全制圧を約束したという情報があるようだぜ。ドネツク州を制圧するため、ロシア軍の中でも屈指の精鋭をそちら移動させようと考えていたのではないか。そう考えると辻褄が合うよな。ロシア軍は、退却や投降しようとする自軍部隊にも容赦なく攻撃するそうで、実際その任務を担う特戦隊と呼ばれる部隊があり、常に前線部隊の後方に位置しているみたい。つまり敵に後ろを見せて逃げたら撃つと脅しているってわけだね。動員兵には弾薬の支給もなく、満足な手入れのされていない銃しか与えられないそうで、そんな彼らがウクライナ軍に立ち向かう武器といったら銃剣しかないんだ。前には敵、後ろにも敵という四面楚歌状態で、新兵たちが命を落としてしまうことは何の不思議もないと思われ、ウクライナ軍が公表したロシア軍の戦死者数も、持っているのではなく、あながち間違いではないとも感じられるよ。ドニプロ川西岸からの撤退は、ロシア軍兵士の命を守るためだとロシア国内向けの発表では述べているんだけど、事実は、この先の作戦にとって必要であるベテラン部隊を守るための措置に過ぎず、動員兵の命を守るためのものではなかったみたい。戦略的には優れているのかもしれないけど、踏み台にされて死んでいった兵やその家族にとっては悲しみしか残らないと思う。ロシア軍が撤退完了を宣言した11日から17日までの間に聞こえてくるニュースは、ロシア軍のウクライナ全土へのミサイル攻撃が激化したことや、ポーランドにミサイルが着弾して死者が出てしまったというものなどで、ヘルソン州のドニプロ川東岸にウクライナ軍が渡過したという情報は聞こえてきていないよ。そんな中、ウクライナ軍南部司令部が15日に明らかにしたのは、ロシア軍がドニプロ川東岸より 15km から 20km ほど後退したというもので、ロシア軍はウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースなどの砲撃を避けるため、ドニプロ川の東岸に築いていた防御陣地を放棄し後退したというのが南部司令部の発表なんだ。その理由は、東岸のロシア軍部隊への補給ルートが我が軍の長射程火力攻撃によって遮断されたため、補給が停滞しているからとのこと。これに関しては、ロシア軍はドニプロ川を天然の要害として利用し、ウクライナ軍の進撃を止めようとしたんだが、再度補給路を遮断されたため、撤退せざるを得なくなったという噂も広がっているらしいぜ。他には、ウクライナ軍の一部がすでにドニプロ川を溶かしヘルソン市対岸のオレキシーや、60km 上流の水力発電所ダムのアルノバカホフカやカホフカを奪還したと、ヘルソン州議会のクラン副議長が述べていて、ここから考えられることは、ウクライナ軍が東岸への渡過を進めているということだよな。それだけでなくウクライナ軍参謀本部は、ヘルソン州南部黒海に面したスカドフスクとアゾフ海に面しているヘニチェスクに駐屯していたロシア軍部隊が、クリミア半島に移動したと15日に発表していて、ロシア軍はヘルソン州の維持を諦め、南部はクリミア半島防衛のためヘルソン州との境に、東部はザポリージャ州のメリトポリに兵力を集中しているのではないかと推測されているよ。それを裏付けるように、クリミア半島北部のアルミンスク近郊ではロシア軍が塹壕を掘っている衛星写真が、アメリカで衛星写真を扱っているプラネットラブズ PBC によって公開されていて、こうなってくると、
ウクライナ軍がクリミア半島に進軍するのと、ロシア軍がドネツク州を制圧するのとどちらが先になるか、時間の問題になりつつあるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。